日本九州地方熊本県熊本市中央区、下通か通りアーケード入り口か通りアーケード内、下通りは熊本県熊本市中心部のアーケードを中心とした繁華街である。町名や商店街の名前では、下通だが、一般には、下通りとも書き、店舗名などでも用いられる。メインアーケードは、長さ百十一メートル、幅十五メートル、高さ十五メートルの規模で、 通り上筋から南へ新し店外、2番街、3番街、4番街で構成されている。休日には多い場所では約5万人が通行する。なお、全店舗で楽天エディが使用できる。熊本県最大の繁華街。歩行者数の多い場所では平日には約3万2千人。日曜には約5万人の通行がある。周辺は文京地区で。 高校や大学が密集しているため、夕方になると多くの若者が行き交う様子が見られる。近年、郊外型ショッピングモールの乱立による通行量減少が見られ始めていたが、2006年に入りした通りアーケード北端の新しい、店外天井に LED を設置し、ライトアップする設備が備えられた。また2番街、4番街では落ち着いた自然空間を演出するため、アーケード街では、 珍しい街路樹が植樹され、2009年5月にはアーケードの掛け替えが完了した。屋根はこれまでより4メートル高い約15メートルとなり、UV カット機能を持つ樹脂製パネルで覆われ、熊本の厳しい夏の暑さをしのぐため気化熱の作用で周辺の空気を冷やす人工切り発生装置も備えられている。ガ町通り西銀座通り銀座通りここでは、 商店街周辺の通りについても述べる。対象地域は、南北はサンロード新市街、ワシントン通りから通り上筋まで、東西は国道3号から電車通りまでである。この地域の中心を南北に通り抜けているのが、下通りアーケード街である。熊本自身の復興対策事業が本格化すると、飲食店の景気の良さに目をつけた客引きグループが、福岡市や大阪市から、 熊本市に進出し、一部では、客引きと、ぼったくり店と結託して、水格を落とし入れる事例も発生するようになった。そこで、2019年4月1日より、熊本市、客引き行為等の禁止に関する条例が施行され、違反したものには5万円以下の過料が課せられることとなった。ありがとうございます。